写真拡大。これからも東北に夢と勇気を。東日本大震災から8年となった11日、今期から主将を務める楽天銀次内野手31が東北各地での一軍公式戦の増加を球団へ呼びかけていく考えを明かした。8年の時が流れても思いは変わらない。震災が起きてからずっと自分はそのことを思いながら野球をやってきたと銀次。どんな場面でも前を向いてみんなで声を出し合って元気にやっていく、そういう野球をすれば何かを感じるんじゃないかと野球へ望む姿勢を語った。その背中を多くの人に見てもらいたいと考えている。岩手出身の銀次は震災があった11年から被災地での野球教室や学校訪問などの活動を続けてきた。その上で一軍育成ももっと被災地でやってほしいと訴える。現在は二軍育成を中心に東北各地で公式戦を行っているが、例えば岩手の宮古、大船渡の沿岸地域でも開催できればと被災地での試合増を望み、自分が中心になってやりたいと球団へ要望する考えも示した。13年の優勝時にはありがとうという言葉が一番多くもらったという。選手、被災者が野球を通じて支え合う、それも復興への一つの形。もう一度一丸となって笑顔を届けたい。その思いでまずは今季の躍進へ気持ちを新たにする。